こんにちは。今回の問題、元の問題文はかなり長めですけれども、難易度としてはそんなに難しい問題ではないです。それでは問題の内容を確認しておきますね。一定の割合で水を入れ続けている水槽があります。この水槽が満水の状態から2つの排水管 A と B を同時に開くと、水面は下がり始めました。その15分後に A だけを閉めると、水面は再び上がり始め、35分後に満水になりました。A が排水する量が毎分30リットル、B が排水する量が毎分8リットルの時、この水槽に給水している量ですね、1分間に何リットルですか、こういう問題になっています。それでは今から問題をお願いします。問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。では解いていきますね。この水槽から1分間に減っていく量、もしくは増えていく量ですね。それぞれ考えていけばいいんですけれども、A から毎分30リットルですね。B から毎分8リットル。こんだけずつ出していくっていうふうに分かっているんで、15分間でこれぐらいですかね。これだけ減ったっていうのは、式にして書いてみると、30+8。これだけずつ出していきます。代わりにある量が入ってくるわけですね。これが15分間で減った量になります。じゃあその後、35分間でまだこの状態から満水になるまで水が増えていったわけですね。この増えていった量、これは入ってくる量が出していく量ですね。毎分8リットル。これより多かった。1分間に増えていく量っていうのは、入ってくる量を引く8ですね。これが35分間。これがここの量になりますね。これとこれが等しい。こういう風な式が出てきます。これの15倍とこれの35倍。これが等しいっていうことは、これもうちょっと式簡単にしておきますと、両方ですね。これ5で割って、これの3倍。これの7倍。これが等しい。こういうことがわかります。3倍と7倍が等しいっていうことは、これと、これが、7対3になりますよ。じゃあ、この入ってくる量、これ分からないんだけれども、こちらでは引いてますよね。これっていうのは最初にあるってことは足しているものです。これとこれですね。つまり、70と30。これ足すと、この入るっていうのは打ち消し合って、38から8引いたもの。30が10丸へ当たります。っていうことは、1丸が、3になりますね。出したいのは給水量。入れている水の量ですね。ここの入る、これが出したいわけです。1丸が3って分かったら、ここが9です。8引いて9になるんですから、この毎分の給水量ですね。これは17リットル毎分。こういう風に出すことができますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。